エクストラスキル強運発動。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。10月13日水曜日。はい、今日はですね、午前中弁当ね、仕込みしてたらですね、電話が1本ね鳴りまして、出ると、はい、まあ、このね内容がね、もう驚愕しました。もう久しぶりにね、エクストラスキル強運発動しました。お相手はですね、昨日ご来店くださったね、まあ、とある、社長さんからだったんですけれども、私がね大変お世話になっているね方の件で、ちょっとお話があるということで、まあ言ってみれば、まあそのね、話がこうつながって、まあそのお世話になっている方にとってね、すごくメリットのあるねお話だったので、こんなことがあるのかと、もうね、異世界転生に、転生風に言うとですね、もう神話級のね、出来事が起こりました。本当にね、伝説級を抜いて神話クラスですね。はいはい、まあちょっとね、まだお話の段階なので、まあ、直接ね、まあ、やり取りがあると思いますけれども、今後ね、どういう展開になるかって、まあ、まあ、ここでまだね、どういう内容かはね、お話しできないですけれども、今後ね、また、正式に決まったりとか、まあ、まあ、いろんなね、話が進みましたら、お話はね、できる時が来るかもしれませんけれども、まあ、とにかくね、まあ、今年ね、今年一番なんかもうサプライズというかね、こんなことがあるのかとね、人生には、3つの坂がございますとかね、よく結婚式とかで言いますけれどもね、まさかね、まさかっていうのはなんか悪い意味でよく使われがちですけれども、いい意味でのねまさかが起こりました。はい、いやー久しぶりに本当に強運がね炸裂しましたね。はい、まあそんなね、もう朝からテンション爆上げというかね、もう本当に夢見心地というかですね、ちょっともう現実に戻ってくるまでちょっと時間かかりながら、もうちょっとお弁当ね販売しないといけないんでね、現実に帰ってきてお弁当販売しまして、19個ね、作って完売しましたよということで、いやーすごかった。もうこんなことがあるのかとね、何度も言いますけど、まあ詳細はね話せないで、まあこの辺にしときますと。はい、で夜はですね、前半、ちょっと暇モードやったんですけれども、中盤からね、一気に、お客様がご来店くださいまして、居酒屋さん風のね、店内になりまして、終わってみたらですね、昼夜合わせて、ギリギリ炸裂まで行きましたね。お昼の朝のね、午前中のスーパーサプライズね、神話級のサプライズに続いて、夜もね、終わってみたらね炸裂とね、昼夜合わせて炸裂しましたよということで、まあ大変ね、良い一日だったなぁと。で、嬉しかったのがですね、今日、お昼ね、お弁当買いに来てくださったお客様が夜もね、ご来店というパターンがね、2件ございましてね、3件か、3名様いらっしゃいまして、まあ3組か、いらっしゃいまして、もう昼も夜もね、ありがとうございましたというね、大変嬉しいね、出来事もございましたということでね、まあ、だんだんなんかね、お昼のお弁当を買ってくださってた方が夜ね、テイクアウトをしてくださったり、はたまたね、ご来店くださったりとね、初ご来店くださったりとかね、いうパターンも、ちょいちょいね、ありますので、まあ、長いことね、トリマン弁当もね、もうすぐ何ヶ月かな、2、3、4、5、6、7、8、9、10、今月で、9ヶ月目ですかね、レンチャンで言ったら、ですけれどもね、継続しててね、良かったなぁと。まあ、しんどいのはね、体はしんどいのはしんどいですけれどもね、
まあ、いろんななんか、波及効果がねありまして、ありがたいなと思う日々でございます。はいはい。で、夜はね、仕込みしようかなと思ってたら、ちょっとこと、切れてね、力尽きまして、寝てましたと。座敷にくたばっておりまして、朝寒かったっすね。めっちゃ凍えて目が覚めましたという感じでございました。はい。まあ本当ね、人と人とのつながりというかね、ご縁っていうのは、まあいろんなね、びっくりするようなねつながりとかご縁とかあるんですけれどもね、もう今日はね、こんなことがあるのかとね、何度も喋れないのにね言うと、まああれなんですけれどもね、いやー感動しました。はい。まあそんな感じでね、まあ来年ぐらいには喋れるかなと思いますけれどもね、またね、話せる時が来たらね、詳細ねここでも、話してみたいと思いますので、お楽しみにしておいてください。いやー、下関っていい街だなとね、ちょっとね、下関にね、まあ、下関のまあ街というかね、まあ人に本当に もう素直に感動したというかね、誇らしくなりましたね。感激しかないですね。はい。というわけでね、まだまだね、下関捨てたもんじゃねえぞと。で、昨日のね動画でもちょこっと話してましたけど、アルカポートにね、ホテルができるよというね、なんだろうな、はい、星野リゾートがね出てきませんでしたけれども、ルキおじいちゃんでね、なんでね単語は出てこなくなりますけれども、今日ねニュースの方でローカルテレビの方で、報道がありまして、12階建てになるみたいですね。で、若者向けのね、プランだったのをファミリー向けのプランに変更になったということで、まあ結構いろいろね変わるなという感じですね。当初の予定だとそんなに高さはねないような建物になるって聞いてたんですけれども、で当初の予定だと、まあ食べるところはね中に置かないと、で外に出て行ってもらうみたいなね話だったんですけれども、12階だったら 100%、お食事スペースとかね、まあ食べれるところっていうのは絶対、ホテル内でもね作るでしょうからね、まあだいぶ話が変わってきたかなとは思いましたけれども、どうなるかなという感じですね。まあ目玉になるでしょうからね。まあこのコロナがね落ち着けば、まあ星野リゾートね、オープンすればね、全国または世界からね、観光のお客様がねやってくるわけなんで、まあ唐戸の街全体としてもねプラスになるでしょうから、まあそれを見通してなのかどうなのかは分かんないですけどね。まあ唐戸はね出店ラッシュで、このコロナ禍であるにもかかわらず、この10年でね多分一番、店舗数がね、多いですね。で平均年齢もねかなり下がってますので、まあすごいなと、もう個人的にはね、みんなようこの時期に勝負かけるなっていうぐらいね金持ってんなとね正直思いますけれどもね、飲食業そんな儲かんねえよと思いながらもね、まあよく見えるんでしょうね。まあその他の地域でねやってた方がこっちにね、からと忙しそうだねとかね、いいらしいじゃないのとかね、ね、まあまさに隣のね芝生は青く見えるじゃないですけれどもね、まあそういう話をねちょいちょい聞きますのでね、まあ別にね生き残る人はねどこでやっても生き残るしね、ダメな人はどこで出してもね、一等地で出そうがダメなわけなんでね、場所ってあんまそんな関係ないとは思うんですけれどもね、はい。じゃあ武前田がダメで唐戸がいいかって言ったらね、そんなことはなくてね、立地で言ったら向こうの方がね駅前なんでねいいでしょうしね、まあね、まあ隣他人はねよく見えるっていうやつでしょうね。儲かってていいねって言うけどね、その帳簿まで見たんかというようなね、お客さんがね
入ってる、たまたまその時間だけ入ってる時間をねパッと見て儲かってるねとかね、よく言うあるあるトークですけれどもね、飲食業同士、同業者同士でもね、そんな、アホみたいなトークがねあったりしますから、いやいや、そんな一部分だけ切り取ってね見て、忙しいね儲かってるねとかねえからと、アベレージで、ね、数字を残さないとね、飲食店なんてのは、1日でもね、1日良くても1日悪かったらね、もうそれでダメなわけなんでね、平均してある程度の売り上げをね作らないと、取り返しがつかなくなりますので、まあ続けることね、もうブランコ作ったらもうそれでアウトやしという意味で、まあこのね時短営業中も休まずねやってきてるわけなんですけどね、まあ時短営業終わりましたけどね、時短営業中も、ブランコ作りたくないので、休まず営業してたというわけなんですけれどもね、まあとにかく出店ラッシュは止まりませんね。はい、まあいいことだと思いますけれどもね、はい、負けずにね、トリマンも、15年目ですけれどもね、来年でね、来年の2月5日でね丸15周年で16年目突入しますけれども、16年ということはね、トリマンも高校生に、ね、なると、高校受験が終わって、高校生になる年になりますのでね、青年になりますね、来年でね。はい、まあ成人式まで頑張りたいと思いますけれどもね。はい、というわけでね、まあからとね出店ラッシュで星野リゾートね、オープン、まだ建設も始まってないですけれども、控えておりますのでね、まあ、プラス材料が多い街ではないかなと、思いますし、まあそもそもはね、まあ、このロケーションだけでもね、お客さん呼べるし、まあ住んでる人もね散歩するだけでも気持ちいいからね、とってもいい街だなと、思いますしね、まあもともと山陰育ちでね、安岡、地元安岡も海がありますけれどもね、関門海峡のね、まあ海も大好きなんでね、まあこのね、もう文字対岸のね、文字が丸見えなね、この泳いで渡れそうだけど本当に泳いだら流されるよみたいなね、こういう景色っていうのはね、世界中、見てもね、見回してもなかなかあるもんでもないのでね、まあまだまだ観光資源ね、見直されるべき観光資源というのはたくさんあると思いますので、まあ唐戸っていうのはね全然、悲観するような場所ではないし、チャンスしかないとは思いますよね。でまあここまで、生き残ってるね飲食業っていうのはね、まだまだもう今の時点で生き残ってるっていうことは、まあ、ちゃんとね利益を出して生き残ってるっていう意味ですけどね、補助金もらって、なんとか生きてる、カツカツ生きてるでは厳しいかもしれないですけれども、独立採算でもベースでも、黒字のお店っていうところはこれからね非常にチャンスが、あるお店だと思います。またたとえねあのコロナ禍来てもね、あんだけ緊急事態宣言やらかんなんやらかんやらね、もう外に出るなと言われ、街から人が消えた状態でもね利益を出してたお店っていうのはね、まあ最悪のところはねもう一回経験してるんでね、チャンスしかないんじゃないですかね。もう最悪またね来ても同じことを繰り返せばね、まあしんどいのはしんどいですけどね、まあ生き残る術はね身につけてるはずなので、もうあとは登るだけやと、てっぺん見せろやと、今度はね利益をくださいとね、そういう方ですからね、耐えるのはもうね、耐えまくってやったんだから今度はね反撃で、ちゃんとね、自分の力でね稼ぐぞというねステージ待ちですからね。まあそれがなくてもね、まあよく 100% には戻らないと、7割経済、6割経済にしか戻らないよとかいう話もありましたけれどもね、まあたとえ7割でも6割でもね、それでも生き残れるような仕組みで今店を回してるわけなんで、まあなんちゃことはないよとね、むしろかかってこいよという感じの戦いをしてますのでね、まああとは上値をね見たいということですね、いつまで三角保ち合いでねじりじりやらせんだとね、
もうそこは大底は見たんだから、あとは登るだけだぞと、いうことでね、リベンジかましていきたいと思いますのでね、リベンジ消費来てくださいと。はい。まあ、数字だけ見たらね、月曜日に、炸裂。で、昨日、大ごけと。内野ガラ食らって、今日が炸裂と。ね。本当に波がね、荒いんですけれども、まあ、それでもね、平日の広場で炸裂2本ね、出せたので、まあ、内訳を見ますとね、そのリベンジ消費中よりは、本当に地元のね、お客様、地域の皆様がね、ご来店くださって、での売り上げだったので、まあ、そういう意味でも非常に嬉しいなと。その大手企業さんとかね、会社関係の方がわーっと来られての売り上げではないので、本当に地域の皆様のおかげで作れた売り上げなんで、まあ本当にまだまだね、そうやって自粛禁止されてるようなね、法人とかも多い中でね、地域の皆様のおかげでちゃんとした売り上げが作れているので、まだね、上積みはあると思いますので、まあ、全体的なね、流れが、またね、もうちょっと落ち着いて、本格的に流れがね、出てくれば、もう一段階ね、頂に登れるんではないかなと。まあ、あとは、私の体力が持つかどうかという勝負だと思いますのでね。まあ、それまでは、コツコツとね、まあ、今まで通りね、粛々と、やっていくのみですね。はい。はい、というわけでね、今週もまだまだ続きますのでね、ご予約の方をお待ちしております。08-3232-1619までね、お願いいたします。チャンネル登録の方が268人、高止まりとなっておりますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい。ご視聴ありがとうございました。終わります。